ウィリアム・スターリング・コールウィリアム・スターリング・コールはアメリカ合衆国の政治家。共和党に所属し、1935年から1957年まで連邦会院議員、1957年から1961年まで国際原子力機関事務局長を務めた。ニューヨーク州ペインテドポストにて誕生。1925年にコルゲート大学で文学志望を取得。 1925年から1926年にかけてニューヨーク州コーニングの公立学校コーニングフリーアカデミーで教員1929年にオールバニ法科大学院で法学士号を取得ニューヨーク州弁護士の資格を取得1929年から1930年にかけてニューヨーク州オールバニーの投資会社に勤務1930年に ニューヨーク州バスで弁護士業を開業。1932年に共和党から連邦会院議員に立候補するが落選。1934年に連邦会院議員に立候補し、当選。1935年1月3日より着任。初当選時の年齢31歳は当時の共和党会院議員の中で最年少であった。会員では海軍委員会と 軍事委員会に所属。また原子力エネルギー問題に関する共和党の有力な弁士として活動。1953年から1954年にかけて上下両院合同原子力委員会の委員長を務めた。平和目的での原子力開発について民間の参加を指示した。1957年12月1日に連邦会院議員を辞任し、 国際原子力機関初代事務局長に就任、1961年に退任、1987年にワシントン DC で死去。ありがとうございます。